皆さん、いつもリモーママの活動を応援してくださって本当にありがとうございます。現在リマオママではワンちゃん6匹、猫ちゃん8匹のお世話をさせていただいています。おかげさまでみんなそれぞれに穏やかに元気に過ごせていると思います。先日リマオママの活動のご支援のお願いを投稿させていただいたところ、早速とてもたくさんの方が幸せ便を送ってくださいました。リマオママは個人の活動なので受け入れられる頭数には限りがあります。また医療費や食費、トイレ用品代などかなりの活動費が必要になっているのが現状なんですが、今回このような形でたくさんのご支援をしていただいたこと、心から嬉しく思っています。またリマオママの活動をこんなにたくさんの方が応援してくださっているということを目の当たりにして感謝の気持ちでいっぱいですし、私たちはこの活動を続けていていいんだとたくさんの勇気をいただいています。動画を見てくださったり、ご支援や幸せ便を送ってくださったり、ボランティアのお申し出をくださったり、さまざまな形でリマオママの活動を応援してくださる皆様のおかげで、私たちはこの活動を続けることができています。皆さん、本当にありがとうございます。
皆さんからのエールを受け取らせていただいて、早速新入りちゃんをお迎えしています。すごかった、うん、でもよく捕まえられましたね。うん、もうなんか人慣れしてるんですかね。なんかそば行くとこっちに来て、そうですか、ね、なんだろう、ね、近くに餌用するとこなんか猫の鳴き声は初めて聞いて、ね、うん、ママ猫です。いらっしゃい。トライアルに行っていたライラ君ですが、トライアルを開始してちょうど1週間、正式に家族として迎えていただけることになりました。ライラ君の里親様はもともと保護犬を迎え入れたいというお気持ちがあって、お住まいの環境などを整えてくださっていました。トライアル初日からご夫婦一緒にライラ君の呼び戻しやトイレトレーニングなどをしたり、しっかりと向き合っている様子も見させていただいていました。生後5ヶ月でボーダーコリーとコーギーという人気犬種同士のミックスであるライラ君は、里親様の募集を開始してすぐに何件ものお問い合わせをいただいたことは、以前の動画でもお伝えしましたが、実は可愛らしい見た目に反してどなたにでも簡単に迎えられる犬種ではないとも感じていました。というのも、ボーダーコリーはとても賢い犬種であると同時に、飼い主様がきちんとリーダーシップを握ってしつけをしなければ
手に負えなくなりやすい犬種だとも言われています。小さいうちに可愛いからといってワンちゃんに主導権を渡してしまったり、運動不足でストレスをためてしまったために全く言うことを聞かなくなってしまったり、噛みつくようになってしまったなどの理由で飼い主様が飼育放棄してしまうケースが多いとも言われています。ライラ君の里親様はライラ君の家族になれるようにご自身も一緒に学んでいくという姿勢で向き合ってくださっていましたので、トライアル期間中も安心してお任せすることができました。とても短い時間でしたが、ライラ君と一緒に過ごすことができてとても楽しかったです。ライラ君、リマオママからの卒業、本当におめでとうございます。里親様、ライラ君のバトンをしっかりと受け取ってくださって本当にありがとうございました。すごい。これからもライラ君の成長を見守らせていただけることをとっても嬉しく、そして楽しみにしています。今日はお忙しい中プレミア配信にご参加くださって本当にありがとうございました。幸せ便のお礼やエンジン君とライラ君の卒業のご報告などいろいろとお伝えさせていただいて少し忙しい内容になってしまいましたが、この時間を皆さんと一緒に過ごすことができてとっても楽しく、たくさんの元気をいただきました。次回の動画ではトライアルが決まったピーター君を含めそれぞれの様子をお届けしたいと思っていますので、引き続き温かく見守っていただけると嬉しいです。まだしばらく暑い日が続くようなので、皆様、くれぐれもお体を大切にお過ごしください。